ヒナ・ターナーは、アメリカ合衆国出身の女性歌手、ダンサー、女優。同国南部に生まれ育ち、2013年には、スイスの市民権を得ている。芸歴は50年以上に及び、幅広い層のファンに認められており、多くの受賞歴を持つ。ターナーのミュージシャンとしての経歴は1950年代半ばに、始まる。最初は、アイク・ターナーのキング・オブ・リズムの看板歌手としての、 デビューだった。最初の録音は1958年にリトルアンの名義で行われている。ティナターナーとして初めて舞台に立ったのは1960年アイクティナターナーデビューの一員として活動を始めた時である。竜王の名義で売り出した一連の曲がヒットとなり、キャリア上意である成功を収めている。その曲は、ア・フール・イン・ラブ・リバ・リープ・マウンテン・ハイ。 プラウドメアリー、ナットブッシュシティリミッツといったもので、いずれもティナ・ターナーが自分で作曲したものである。彼女は自助伝の中で、1976年にアイクと別れ1978年に離婚が成立する以前には、アイクのひどい家庭内暴力によって苦しめられたことをいくつか具体例を挙げて明かしている。バプティスト派の信徒として育てられたが、友人から SGI を知り、 1971年に入会、ナムミオ無ーレンゲ行の題目を唱え、辛い時期を乗り越えてきた。アイク・ターナーと離婚した後、ティナ・ターナーは、公演を積み重ねて、自らの経歴を改めて作り直してきた。ソロアーティストとして、音楽チャートに衝撃を与えようとまずは頑張っていたのである。1980年代の初期にターナーはヒットを、再び連発し、カムバックを果たす。 1983年、シングル、レッツ、ステートゲザーから始まって、1984年には5枚目のソラオアルバムである、プライベートダンサーを発売、世界中で成功を収める。このアルバムの収録曲の中で一番売れた曲、愛の魔力は、後にターナーの自助伝に基づいて作られた自伝的映画のタイトルにもなった。音楽面での経歴に加えて、 ティナ・ターナーは女優としても成功を収めている。1975年のロックミュージカル、トミーをはじめ、1985年にメル・ギブソンと共に主演を務めている超大作映画、マッドマックス、サンダードーム、そして顔見せ役で登場する1993年のラストアクションヒーローなどが挙げられる。世界中で最も人気のある芸能人の一人として、彼女は、 ロックンロールの女王とも呼ばれている。ティナ・ターナーは最も成功した女性ロックアーティストと呼ばれてきた。8度のグラミー賞に輝き、歴史上の他のどのソロミュージシャンよりも多くのコンサートチケットを売り上げてきた。ターナーの全世界でのアルバムとシングルの売り上げ枚数は総計でおよそ2億枚を数える。ステージ上でのその精力的なパフォーマンスと力強い歌声。 そして彼女の経歴の長さは非常に有名である。2008年には半ば引退していた状態から再びカムバックしてティナ・ターナー50周年記念ツアーを行っている。2008年から2009年にかけてティナ・ターナーのツアーは最もチケットの値段が高い賞の一つとして知られることになった。1991年、アイクティナ・ターナー名義でロックの伝道入り、 2021年にはソロ名義でロックの殿堂入りを果たしている。ローリングストーン史選出、時代を超えて偉大であり続けるアーティスト100人63位、同、歴史上最も偉大な100人のシンガー第17位、他、自伝を表している。ティナターナーは、1939年11月26日、テネシー州、ヘイウッドカウンティ、ナットブッシュに生まれる。両親は、 母、ゼルマ・プリシラと父フロイド・リチャード・ブロックである。アンナは、幹線道路185線に面した、ポインデクスター農場で生まれている。この農場は、父フロイドが小作人たちの監督として働いていた、農場だった。ターナーは、アフリカ系アメリカ人だが、先祖には、いくらか、ヨーロッパ人の血も入っている。彼女が、p b s のドキュメンタリー番組である。 アフリカン・アメリカン・ライブズ2で取り上げられた際、血液検査を受け、その結果番組のホストであるヘンリー・ルイス・ゲイツから告げられたのは1%ネイティブ・アメリカンの先祖の地が入っているということだった。ターナーにはルビー・アイリーンという年上の姉がいた。第二次大戦中、両親がテネシー州ノックスビルに引っ越して防衛施設で働いた際にはまだターナーが小さかったため、 ターナーと姉のアイリーンは別々に分かれて暮らしていた。というのもターナーは厳格で宗教心の強い父方の祖父母に預けられたからである。父方の祖父母アレックス・ブロックとロクサナ・ブロックは二人ともバプティスト派の教会ウッドローをミッショナリーで出事を務めていた。この教会は幹線道路19号線沿いのウッドローン通りに位置していた。戦後、 姉妹は再び両親と一緒に暮らすようになり、一家揃ってノックスビルに移った。二年後、一家はナットブッシュに戻り、フラッググルーブで暮らすようになった。ターナーは一年生から八年生までフラッググルーブスクールに通っている。この学校はターナーの曽祖,祖父の兄弟が土地を売り、その土地に管罪人を建てて学校を建設したものだった。子供の頃、 ターナーは、ナットブッシュにある、スプリングヒル・バプティスト協会の聖歌隊の一員として、歌っていたのだが、彼女が11歳の時、母親が、父親との間の辛い関係に耐えかねて、何の前触れもないまま出奔してしまった。母ゼルマは、ターナーの祖母の姉妹の一人と共に暮らすため、セントルイスに移ったのである。ターナーが13歳の時、父親が再婚し、デトロイトに引っ越していったが、 姉妹は、祖母ジョージアンナと一緒に暮らすため、ブラウンズビルに今日移すことになった。ターナーは後に自伝、私、ティナの中で、自分は、母親から愛されておらず、必要とされていないのだと感じた、と述べている。そしてさらに、自分の母親は、自分を妊娠していた時にも父親を捨てようとした、ことがある、とも言っている。私の母は、当時まだ若く、 もう子供はいらないと思っていたのよ、とターナーは言っている。まだ10代前半だったが、ターナーは、ヘンダーソン家でお手伝いさんとして、働くことになった。自分で言うところのお天場娘だったターナーは、ブラウンズビルにある、カーバーハイスクールで、チアリーダーのチームと女の子のバスケットボールのチームの、両方に入って、どんな機会も逃すことなく友人たちとの交流に、努めた。十六歳の時、 突然祖母が亡くなる。葬儀の後、ターナーは自分の母親と暮らすため、ミズーリ州セントルイスに移ることになった。セントルイスで姉と再会した。セントルイスで1958年、サムナー高校を卒業する。卒業後、バーンズ11種病院で看護師の助手として働いた。そして看護師になることを夢見るようになった。アンナと姉は、この頃、 セントルイスやイーストセントルイスのナイトクラブに頻繁に出入りし始めた。クラブマンハッタンというイーストセントルイスにあるナイトクラブでアンナは初めてアイク・ターナーと彼のバンドであるキングズ・オブ・リズムが演奏するところに遭遇した。アンナはバンドの音楽とアイクの才能に好感を持った。そしてその時のことについてバンドリーダーの音楽に私は恍骨としたわと言っている。 アンナは女性たちが自発的に参加している様子を見て、アイクのバンドと一緒にステージに立って歌いたいという衝動を覚えた。1958年のある夜、キングズ・オブ・リズムのドラマー、ジーン・ワシントンがマイクル・フォンを自分のドラムセットから取り出してアンナとアイリーンのテーブルに置いた。アイリーンはマイクを拒んだが、アンナはマイクを取り上げて、 バンドの残りのメンバーが休憩している間に訴え始めた。アイクは彼女の声に唖然とさせられ、結局その夜はバンドと一緒に最後まで歌わせることにした。そしてその後、正式にバンドの一員として迎え入れたのだった。この時期、アイクはあんなに声のコントロールと舞台上での振る舞い方とについて要点を教え込んでいたのである。 アンナの最初のスタジオでの録音は1958年に行われた。リトルアンという名でアイク・ターナーの曲ボックストップにバックコーラスとして参加したのが最初である。他に歌手のカールソン・オリバーが参加していた。1960年にはアイクがア・フール・イン・ラブを書き上げた。もともと キングス・オブ・リズムのリードボーカルだったアート・ラッシュターのために書いた曲だったのだが、ラッシュターがこの曲のレコーディングの際に姿を現さなかった時に、後日彼女の歌声を消して、ラッシュターの声を録音し直すという意図のもと、アイクがアンナに偽の歌声として歌ってほしいと頼んだのである。デモテープを聞いて、アンナの声をかんだかくて、金切り声だと感じた人もいたが、この曲は、 セントルイスでその内容にふさわしい扱いを受け、ラジオの電波に乗ったのである。セントルイスの DJ、デーブ・ディクソンは、アイクを説得してこのテープを、R&B のレーベルである、スーレコーズの社長、ジャギー・マレーのところへ送らせた。曲を聴いてマレーは、アンナの声を気に入った。汚い叫び声だったが、ファンキーな音だったと後に述べている。マレーはこの曲を買い取ることにし、 ロック音権と出版権を得る代わりに、アイクに2万5千ドルの全金を支払った。マレーはまた、アンナを、ショーの目玉にすべきだとアイクを説得した。アイク・ターナーが、アンナ・メイブ・ロックのことを、ティナと名付けたのは、この時である。というのも、ティナという名前が、アイクが一番好きだったテレビの登場人物の名である、シーナ・トインを踏んでいるからだった。ティナ・ターナーと名付けた理由については、 アンナが逃げ出さないようにするため、また彼女だけが有名になるのを防ぐためだとも言われてきた。アイクはもしアンナがバンドを辞めた場合には別の歌手を連れてきてティナとして歌わせればよいと考えていたのである。アイクはティナと名付けたもう一つの理由としてアンナの恋人たちのうちの一人が彼女を取り戻しに来るのを辞めさせるためだったと後に渋々認めている。アイク ティナ・ターナー、ア・フール・イン・ラブは1960年7月に発売され即座にヒットとなった。最新 R&B チャートでは第2位まで上がり、1960年10月のビルボードの最新ヒット100のチャートでは第27位まで上がっている。カート・ローダーはこの曲について、レイ・チャールズが作家にコスペルスタイルで歌った、ホッ。 ドアイセイに次いで白人のポップチャートにいつの間にか入り込んできた最も黒い曲だよ。そして続いてヒットしたッツゴナワークアウトファインはトップ20に届きアイクティナの二人組はベストロックロールパフォーマンス部門でグラミー賞にノミネートされることとなった。 スーレコーズに在籍していた期間に発売された重要なシングルレコードとしては R&B のヒットである I idolize you, プワフールトララララなどが挙げられる。1964年にはアイクティナはスーレコーズを離れケントレコーズと契約している。成果としてはやや売り上げが落ちたが I can't believe what 優勢がある。翌年、二人組は ワーナーブラザースの子会社であるローマレコーズと契約する。ボブ・クランショーが経営に当たっていたのだが、二人組がスーレコーズを離れた直後、ほどなくして彼らのマネージャーとなったのがクランショーだった。1964年から1969年までの5年の間にアイクティナは10以上のレーベルと契約を交わしている。デュオは アメリカ国内全域に及ぶ厳しいツアーを通じて、その人気を確固たるものにしていった。90日連続のギグを全国で行ったのである。黒人の芸人が出演する劇場で毎日公演を行い、アイクティナのショーは、ロックの歴史について書くライターが、最も熱く、最もタフで、すべての R&B のバンドのうちで、今にも爆発しそうなバンドの一つと書くほどの評判を、 打ち立てたのだった。そして彼らのショーは音楽の公演という観点から見たときにジェームズ・ブラウンのショーに匹敵するものになっていたのである。アイクが作り上げたショーによって彼らは経済的に成功した。彼らの公演が素晴らしいものだったため、このデュオはアメリカ南部で様々な客層の監修の前で演奏することができたのである。 1963年から1966年にかけてバンドはヒットシングルこそなかったものの休みなくツアーを続けた。ティナ自身は例えばアメリカンバンドスタンドや新リグといったテレビ番組に一人で出演して頭角を表した。一方バンド全体としてはハリウッドアゴーゴーアンディ・ウィリアムズ賞といった番組や1965年のクレには ザビック TNT 賞といった音楽映画に出演している。1965年、フィル・スペクターがアイクティナ・ターナーの公演をロサンゼルスで見てティナと一緒に仕事がしたいと考えた。話がまとまり、スペクターはアイクに全金として2万ドルを支払った。アイクが了承したスタジオでティナと一緒に作業するためである。ティナはスペクターのプロデュースの元、リバーディープ。 マウンテンハイを吹き込んだ。この曲は1966年にスペクターのフィルズレーベルから発表された。アメリカ国内ではまあまあの手応えだったが、海外では成功し、特にイギリスで好評を博し、結果的にシングルチャートで第3位まで上った。この曲の成功により、アイクティナターナーは1966年秋の ローリングストーンズのイギリス国内ツアーで前座を務めることになった。そして、これが契機となって、ヨーロッパ全域とオーストラリアでも演奏することになったのである。1968年には、ブルーサムレコーズと契約し、アイクティナ・ターナーは強いブルース思考を感じさせるアルバムを2枚発表する。アウタシーズンとザ・ハンターである。アウタシーズンでは、 オーティス・レディングの I've Been Loving You Too Long のカバーを録音している。一方、ザ・ハンターが発表されると、ティナの歌ったタイトル曲もともと、アルバート・キングによって吹き込まれたものだがマイナスが、グラミー賞のベスト女性 R&B ボーカル賞にノミネートされた。この2枚のアルバムが好成績を残し、デュオはラスベガスで自分たちの公演を行うことになった。このラスベガスのショーには、 様々な有名人たちが彼らのことを見に来たのである。その中には、デビット・ボーイ、スライストーン、ジャニス・ジョプリン、シェール、ジェームズ・ブラウン、レイ・チャールズ、エルトン・ジョン、エルビス・プレスリーといった人たちがいた。1969年、デュオはローリング・ストーンズのアメリカツアーで前座を務め、ますますその名を高めた。1970年、エド・サリバン賞に出演。 ツアーは成功し、リバキレコードで録音を行うことになる。アルバムは2枚制作され、Come Together が1970年に、Working Together が1971年に、それぞれ発表された。Come Together からは、このデュオの初めてのトップ40シングルが生まれた。それは、スライザ・ファミリー・ストーンのカバーである、I Want to Take You Higher だった。 ComeTogether は、このデュオが自分たちのレパートリーを R&B 中心の曲からより、ロックよりの曲を取り入れる方向に切り替えたという意味で、彼らの転機となったアルバムだった。1971年の初めに、デュオはクリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバルのプラウド・メアリーをカバーして発表したところ、この曲が過去最高のヒットとなった。ビルボード新曲100のチャートで第4位まで上がり、 同時に100万枚を超える売り上げを記録し、そしてデュオもしくはグループ部門でグラミー賞のベスト R&B パフォーマンス賞を獲得したのである。後に1971年になって彼らのライブアルバム、How at You Here Is How at You Get がカーネギーホールでの演奏の録音を使用して制作されたが、これが彼らの初のゴールドディスクとなった。1972年、 マイク・ターナーはスタジオを建設し、ボリック・サウンズと名付けた。このスタジオは彼らのイングルウッドの自宅近くに作られたものだった。リバキレコードがユナイテッド・アーティス・レコードに買収された後、デュオはユナイテッドと契約し、3年間20枚のアルバムを制作することが決まった。このデュオの最後のヒットシングル、ナット・ブッシュ・シティ・リミッツは1973年に発売され、 ビルボード新曲100のチャートで第22位まで上昇している。特にイギリスでは最高第4位まで上がっている。1974年、ティナは初めてのソロアルバム、ティナターンズ・ザ・カントリー・オンを発表し、グラミー賞にノミネートされた。この年、ティナはロックミュージカル、トミーの撮影に参加するためロンドンまで出向いている。この映画の中で、 彼女はアシットクイーンを演じ、また同名の曲を歌っている。ティナの歌は評論家から賞賛されるところとなった。映画の撮影が終わってほどなくして、ティナはアン・マーガレットと共にロンドンでテレビの彼女の特集番組に出演している。アメリカに戻り、ティナ・デュオでの活動を再開する。トミーが公開されて間もなく後、1975年にティナは次のソロアルバム、 アシットクイーンを発表したのである。1975年から1976年の2年の間ずっとアルコール依存症とコカイン中毒のため、アイクターナーは良質な音楽を作り出すことができなくなっていた。公演も中止や延期となるものが出てきて、結果としてチケットの売り上げが低落することにつながった。ティナ・ターナーは1971年にホッケ州に帰えし、 ナムミオホほうれん行を唱えるようになっていた。彼女は、この信仰のおかげで、辛い時期を過ごすことができたのだが、彼女を苦しめたのはアイクによる虐待であった。1976年7月2日、一晩コンサートを開いたことがある、テキサス州ダラスにあるダラススタッドラーヒルトンに向かう。途中、ティナとアイクは激しい殴り合いの喧嘩をしてしまう。到着後間もなく、ティナはアイクを置いて、 わずか36セントと、モービルガソリンのクレジットカードだけしか持たないままで逃げ出した。ティナは1976年7月27日、裁判所に離婚の訴えを起こした。これはディオを永遠に終わらせることを意味していた。これ以後数ヶ月の間、ティナはいろいろな友達の家でアイクから隠れて過ごした。アイクが離婚に同意するのを待ったのである。ティナは後に、 ホッケ州の新人とナムミホー法連ゲ業と唱えること、これが彼女に自分一人で生きていく勇気を与えてくれたと語っている。ともあれ、ツアーの最中にアイクを見捨てて立ち去ったことで、中止されたショーに対して彼女が法的な責任を持たねばならなくなったことを彼女は知ったのだった。一年間法廷で争った後、1978年3月29日に、 彼らの離婚は確定した。離婚によりティナは完全にアイクとは道を分かち、芸名はそのまま彼女のものとすること、また中止されたツアーにより生じた負債と国税庁が要求していたかなりの額の担保について彼女が引き受けること、こうしたことが決まった。1977年、ユナイテッドアーティスツの役員リチャード・スチュワートから資金を援助されて、 ティナはコンサートを再開した。ラスベガスのキャバレーを巡る方法を採用したのだが、かつてアイクと一緒にコンビを組んでいた時に試したやり方だった。ティナはアメリカ国内の小さなキャバレーを会場として選んだ。また、ハリウッドスクエアズ、ドニーマリー、ザソニーチェールショー、ブラディバンチアワーといった番組に出演することで収入を増やすことに努めた。 1977年も後半になって、ティガの初めてのソロコンサートツアーをオーストラリアで行った。1978年、ユナイテッドアーティストからティガの3枚目のソロアルバムが発売された。ラフと名付けられたそのアルバムは、北米とヨーロッパには EMI によって配給されることが決まった。しかしこのアルバムは、続いて発売された4枚目のラブエクスプロージョンと共に、 ディスコリズムを取り入れて新たな方向性を示す曲が収録されていたりしたのだが、結局チャート入りすることはなかった。この2枚のアルバムで、ユナイテッドアーティスト EMI との契約は終了し、契約が更新されることのないまま、このレコード会社との縁はなくなった。ティナは2度目のソロ公演の宣伝を行い、ロックンロールのワイルドなレディと銘打って、ライブ活動を続けることになった。 そしてヒットレコードが出るという見込みがないまま、ライブは成功を収め続けた。1979年、オリビア・ニュートン・ジョンのアメリカでの特別番組である、ハリウッドの夜に出演したのが契機となり、ティナは、ニュートン・ジョンのマネージャーだったロジャー・デイビスに、自分とも契約してくれないかと申し出た。1980年2月に、フェアモント・サンフランシスコホテルのベネーティアン、 ボールルームでのソロ公演を見たデイビスは自分がマネージャーとしてターナーと一緒に働くことを決心したのである。デイビスはターナーに今のバンドはここで解散してもっと時代に合ったロックンロールバンドを組んでショーの内容を見直した方が良いとアドバイスした。1981年、デイビスはティナにニューヨークのリッツでの公演の話を取ってきた。この公演の後、 ロッド・スチュワートがターナーを雇い入れ、サタゲー・ナイト・ライブで彼のヒット曲であるホットレックズのデュエットバージョンを歌うことになった。さらには、スチュワートの全米ツアーの前座を務めることに決定したのである。その後、ローリング・ストーンズの前座を3度務めた。1982年にはロバート・クレイをフィーチャーしたイギリスのバンド BE 会のテンプテーションズのカバー曲である。 ボール・オブ・コンフュージョンがヨーロッパのダンスクラブでヒットとなった。ターナーはチャック・ベリーとの共演に続いて、イギリスとヨーロッパでの短期間のツアーを行った後、再び1982年12月にリッツでライブを行った。その結果、デビッド・ボーイの後押しもあって、キャピトルレコードとの間でシングルを発売する契約を結ぶことになったのである。 1983年11月、アルグリーンのカバー曲であるレッツステ t ト y t o がキャピトルから発売される。この曲はヒットし、ヨーロッパのいくつかの国でチャート入りした。イギリスでは上位10位以内に入っている。アメリカ、ビルボードのホット100では最高で26位まで上がった。この曲はアメリカでティナターナー個人で初めてチャート入りした曲となった。同時に、 ビルボードの最新のダンスクラブソングのチャートと最新の黒人歌手シングルのチャートでは上位10位に入ったのである。この曲の成功によってキャピトルはターナーとの契約を見直さざるを得なくなりアルバム3枚を発売する契約を申し出ててすぐにもまず1枚目を出してもらいたいと言い出した。この結果ターナーは舞台に再び立つこととなりこれが後にエボニーマガジンに 驚くべき復活と呼ばれる復活劇とになったのである。2ヶ月をかけてロンドンで録音されたアルバムプライベートダンサーは1984年6月に発売された。同じ6月にキャピトルはこのアルバムからの2枚目のシングルとなる h ワッ a ラブ s Love Got to Do With It を発売している。このシングルは1ヶ月もしないうちにチャートのトップ10に入り9月にはアメリカの ホット100で第1位となった。アルバムもベタビーグッドトミーやプライベートダンサーといったヒット曲が目白押しだったため、ビルボード200では第3位まで上り、アメリカ国内だけで500万枚を売り上げ、世界中では1100万枚を売り上げて、ターナーのアルバムの中で最も売れたアルバムとなった。ターナーの復活は1985年初頭に最高潮を迎え、 グラミー賞4つを獲得することとなった。1985年2月にはアルバムプライベートダンサーの販売促進を兼ねて2度目のワールドツアーに出ている。このツアーでは莫大な数の聴衆の前で歌うこととなった。イギリス、バーミンガムの NEC アリーナでのライブは収録され、後に発売された。この頃、ターナーは We Are the World の録音にも参加している。 1985年、ノルウェーでのライブターナーの成功は、1985年も、続き、映画、マッド・マックス、サンダードームに、バータータウンの支配者である、アウンティ・エンティティの役で出演している。10年ぶりの映画出演だった。この映画は、公開後3600万ドルの売り上げを上げている。後に、 ターナーはこの映画での演技を評価され、全米国人地位工場協会から主演女優賞を与えられている。ターナーはこの映画のサウンドトラックにも2曲参加している。We Don't Need Another Hero と One of the Living の2曲で2曲ともヒットとなり、後に One of the Living でターナーはグラミー賞の最優秀女性ロックボーカルパフォーマンス賞を獲得することになった。 1985年7月には、ミック・ジャガーと共にライブエイドに出演した。イギリスでのソロコンサートの収録の際に共演した、ブライアン・アダムズは、この共演からヒントを得て、ターナーとのデュオ曲を発売した。このデュオ曲、It's Only Love は、結局、グラミー賞デュオ部門の最優秀ロックパフォーマンス賞を受賞することになった。ターナーは、プライベートダンサーに続いて、 ブレイクエブリルールを1986年に発売する。ティピカルメール、トゥーピープルや、What You?Get Is What You See といった曲が収録されており、このアルバムは全世界で400万枚を超える売り上げを上げた。アルバムの発売に先立って、ターナーは自助伝、私、ティナを出版した。この自助伝は後にベストセラーとなり、ハリウッドウォークオブフェームの星を贈られた。 ターナーのユーロピアンブレイクエブリルールツアーは1987年3月にドイツのミュンヘンで最高潮を迎えたが、このツアー F はレコードの売り上げとコンサートへの観客動員数に関して記録破りの結果をもたらすことになった。1988年1月にはポール・マッカートニーと並んで歴史的記録を達成している。というのはブラジル。 リオデジャネイロのエスタジオド・マラカナにおいて入場料を支払って集まった約18万4000人という過去最大の人数の監修の前で単独で公演を行ったのである。この公演はターナーのギネス世界記録となった。2つのライブツアーを成功させたことでアルバムティナライブイニヨーロッパが制作されることになった。このアルバムは4月に発売された。ターナーは ブレイクエブリルールツアー終了後、時期を待っていた。そして、ターナーの代表曲の一つである、ザベストが収録されたアルバム、フォーリンアフェアで再びその姿を現した。その後、このアルバムの発売記念ツアーでヨーロッパを回っている。アメリカでは、フォーリンアフェアはゴールドディスクになり、その中のザベストとスティーミー・ウィンドウズはトップ40入りした。また、 ターナーが私的に転居した先のヨーロッパでも、このアルバムは大ヒットとなった。1991年、アイクティナ・ターナーは、ロックの殿堂入りが決定した。フィル・スペクターは後に、彼らのために賛成している。同じ91年に、元夫婦は自分たちの生き様をドラマ化して、半自助伝的映画、What's Love Got to Do With It にするという権利を他人に、譲渡している。 この映画は後に1993年になって公開されたが、ティナ役をアンジェラ・バセット、アイク役をローレンス・フィッシュバーンが演じ、その他、アカデミー賞の最優秀女優賞や最優秀男優賞の候補者が共演して、元夫婦とその周囲の人間模様を描くというものであった。ターナーは、What's Love Got to Do With It をレビュー時代以来初めて再録音し、 サウンドトラックに参加している。また、後に、アメリカでトップ10入りすることになる、アイドンとオーナーファイトなど数曲を新たに録音している。ターナーは、サウンドトラックの曲で歌うだけでなく、バセットの衣装選びやダンスの際のステップを教えたりも、したものの、映画に全面的に関わることは拒否している。インタビューでは、どうして、アイクターナーが、 もう一度死を叩きのめすところを見たくなるって思うの。そんなこと、もうドックに忘れたことなのよ。もう全部過去のことなのよ。映画の風切りとサウンドトラックの発売に合わせて、ターナーは7年ぶりのアメリカツアーを開始している。ツアー終了後、ターナーはスイスに移り、以後1年間の休暇を取っている。1995年、ターナーは U2 の曲、ゴールデン・アイと共に戻ってきた。 この曲は同じタイトルのジェームズ・ボンド映画で使用された曲だった。この曲はヨーロッパでは大ヒットとなり、また母国アメリカではほどほどの成功を収めたが、結果としてターナーは新しいアルバムを録音することになった。1996年にワイルデスト・ドリームズが発売された。アメリカ国内では大きな成功を収めたわけではなかったが、ワールドツアーが行われたこと、 そして、ヘインズがコマーシャルで楽曲を使用したことによって、結局アメリカでゴールドディスクとなった。ヨーロッパではプラチナディスクとなり、Whatever You a n と Missing You といったアメリカではチャートにごくわすがな期間入っていた曲がヒットした。Something Beautiful、そして感動的なバリー・ホワイトとのデュエット、In Your Wildest Dreams などもヒットしている。1997年に、 ツアーが終わりを迎えたのに続いて、ターナーは1999年に、ケーブルテレビ VH-1 の、歌姫たちのライブ99で、再び聴衆の前に登場するまで、再び休息に入ることになる。1998年、イタリア人ミュージシャンのエロス・ラ・マッツォッチと、コス・デラ・ビータでデュエットを歌い、ヨーロッパで、ヒットとなった。60歳の誕生日を前に、ターナーは、 ダンス音楽そのものである、ホエンザ・ハート・エイク・イズ・オーバーを、そしてこの曲を収録した、アルバム、24、7を、その翌月に発売した。北米では2000年に入って、すぐに、このシングルとアルバムの両方を発売している。ホエンザ・ハート・エイク・イズ・オーバーの成功と、アルバム発売記念ツアーの結果、このアルバムはアメリカで再び、ゴールドディスクとなった。24、 7ツアーは、現在に至るまでターナーの行ったツアーの中で、最も成功したツアーとなり、また同時に、2000年に、最も収益を上げたツアーとなったのである。ギネス世界記録は後に、ティナ・ターナーは単独でのコンサートで、音楽市場チケットの最多売上を上げたと発表した。その後、ターナーは半ば引退することを発表したのである。2002年、 テネシー州の修道19号線のブラウンズビルとナットブッシュの間はティナ・ターナーハイウェイと名付けられた。2003年、ターナーはディズニーの映画ブラザー・ベアの中の曲グレート・スピリッツをヒル・コリンズとのデュエットで録音している。2004年、ターナーは引退を宣言して以来初めて公の場に姿を現し編集版であるオール・ザ・ベストを発売した。そして この編集版からは、シングル、オープンアームズを発売している。結果、アメリカ国内で100万枚以上の売り上げを上げている。2005年12月には、ワシントン DC のジョン・カイ・ケネディセンターで、舞台芸術に対してのケネディセンター名誉賞を授与、されている。また、芸能人のエリートの集団に選出された。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は、ターナーの持つ、天性の才能。 エネルギーと性的魅力だと述べ、そしてターナーの両足のことを芸能界で一番有名な足だねとも言ったのである。その夜は数人のアーティストたちがターナーに対して敬意を表している。オプラ・ウィン・フリー、メリッサ・エサ・リッジ、クイーン・ラティファ、ビヨンセ、そしてアル・グリーン。オプラ・ウィン・フリーは私たちにはもう一人別な英雄はいらない。私たちにはあなたみたいな ティナみたいな英雄がもっと存在してほしいって思うわ。ティナは私が自分のことを女性って綴ることに誇りを持たせてくれるのよ。11月にはターナーはオールザベストライブコレクションを発売する。このアルバムはアメリカレコード協会からプラチナアルバムに認定された。ターナーはオールジーインビジブルチルドレンのサウンドトラックに参加し、イタリア人歌手エリザと共に デュエット曲、Teach Me a g を録音している。この曲はイタリアでヒットし、第1位まで上昇している。2007年、ターナーは7年ぶりにライブを再開した。クロードウェルの子供たちのための事前事業のためのコンサートをロンドン自然史博物館で主催した。この年、ハービー・ハンコックがジョニー・ミッチェルへの敬意の印として作成したアルバム、リバー・ザ・ ジョニー・レターズ中のジョニー・ミッチェルの曲、エディットザ・キングピンに参加している。カルロス・サンタナとのザ・ゲーム・オブ・ラブには、もともとティナ・ターナーが参加し、サンタナのグレーテスト・ヒッツにも含まれる予定だったのだが、土壇場になってレコード会社が、ターナーの歌をミシェル・ブランチのものと差し替えるよう要求したのである。2007年12月12日、 ターナーの前夫であるアイクターナーがコカインの過剰摂取が原因で死亡した。アイクはまた、排気腫と心臓血管疾患も長く患っていた。見解を尋ねられてティナは代理人を通して簡潔な声明を発表した。ティナは、アイクとは30年以上、いかなる連絡も取っていなかった。これ以上申し上げることはないターナーは、2008年2月にグラミー賞の授賞式で、 ビヨンセと一緒に出演し、正式に復帰している。さらに、リバー、ザ・ジョニー・レターズに参加したアーティストとして、グラミー賞を受賞したのである。2008年10月、ティナ、50周年記念ツアーと題して、ほぼ10年ぶりにツアーを開始した。ツアーを盛り上げるため、新たな編集版が発売された。ツアーは、大成功し、DVD、 ティナライブの発売に至って最高潮に達した。2009年、ターナーは仲間であるレグラキュルティ、セダバグキャン、ディシェン・シャクダグ・セーラと共にビヨンド・シンディングプロジェクトに参加している。このアルバムでは仏教の英章とキリスト教の合唱曲をティナが読み上げる宗教的なセリフと組み合わせるということが行われた。このアルバムはドイツとその他わずかな国でのみ発売された。 しかし、スイスではチャートで7位まで上昇した。2010年4月には、主にグラスゴーレインジャーズフットボールクラブのファンによるインターネット上での運動による結果だと思われるが、ティナの1989年のヒット、ザベストが UK のシングルチャートに再登場し、第9位まで上昇している。2011年には、スイスでチルドレンビヨンドが、 前回同様再びチャートに入っている。ターナーはこの年の12月にドイツとスイスのテレビに出演し、アルバムの販売促進を行っている。2012年5月にはジョルジオ・アルマーニの北京でのファッションショーに随行している。2013年4月には防具のドイツ版の表紙になっている。この時ターナーは73歳で世界で防具の表紙に登場した。 最年長の人物となった。2014年2月3日にはパール・オフォンから新しい編集版がラブ・ソングズという題名で発売された。2014年後半になってティナ・ターナーが何曲かに参加しているビヨンド・ラブ・ウィズ・インが発売されている。2018年8月、高血圧成人不全により透析が必要となったが、夫のエルビン・バッハがドナーとなり人移植を受けた。 なお腸にも初期の癌や悪性に近いポリープがあるが治療の詳細は不明。ターナーには息子が二人いる。最初の息子はレーモンド・クレイグ、1958年生まれでターナーが18歳の時の子である。父親はキング・オブ・リズムのサックス奏者、レーモンド・ヒルである。二人目の息子はロナルド、1960年10月に生まれている。ロナルドは アイクとの間にできたただ一人の子である。1960年にロサンゼルスに移った後、当時アイク・ターナーと別居していた妻、ロレイン・ターナーが、アイクとの間に生まれた息子たちアイク・ジュニアとマイケルを、ティナとアイクに育ててほしいと言ってきた。ロレインとアイクの離婚係争中に、4人の息子たちは、アイクの指示で、ティナと一緒に住むよう、ティナの自宅に連れてこられた。 1985年、アイクはティナを育児放棄で訴えた。確かな証拠がないにもかかわらず、マイケル・ターナーを精神病院に送ったと主張したので、ある。ティナは、アイクの主張を否定し、オーストラリアのテレビ週刊誌に、アイクは前妻との間の二人の息子をよこしたんだけど、面倒を見るために必要なお金を浴びた一文、くれなかったのよと語っている。 ティナと自身の母親であるゼルマ・ブロックとの関係はゼルマが1999年に亡くなるまで結局疎遠なままだった。最初、ティナとアイクの関係は仲が良く兄弟のようなものだった。1958年の暮れにはティナは東セントルイスにあったアイクの家に移っている。二人が出会った後すぐにアイクはティナの音楽面の訓練を始めたのだった。 最初は二人の間に相互に惹かれ合う気持ちは存在しなかった。ティナはアイクのことを私好みの外見の男性ではないと感じていた。一方、アイクの方ではティナのことを妹のように感じ、自分はもっと曲線美豊かな女たちの方が好みだと考えていた。アイクはこの時にはまだ内縁の妻ロレインテイラーと一緒に暮らしていたのである。 1959年になってティナとアイクの間で性的関係が始まった。アイクは二人の関係に罪悪感を感じていた。後にティナとセックスするのはあたかも自分の妹と関係を持っているかのような気がしたと述べている。ティナは自伝の中で1962年にメキシコのティフアナで結婚したと述べている。ティナは アイクが初めて肉体的に自分を虐待した時のことを思い出して、それは金銭面に関する揉め事とわけがわからなくなる自分たちの人間関係のせいでアイクのグループを出ていこうと思っているとアイクに話したところその後から始まったと語っている。ティナが言うにはアイクが靴の木型を掴んでティナの頭を殴りつけたのである。その後アイクは セックスしてほしいとティナに頼んだということである。それが彼女が初めてアイクに対する恐怖を感じた出来事だったと自伝。私、ティナに書かれている。スタジオアルバムサウンドトラックライブアルバムコンピレーション、アルバム、ありがとうございます。